商品が欲しくて買ったというわけです。おー、でかい。見た感じ、新品ですね。ただこれはですね、今回開けません。イキドナフィギュアをね、たくさん揃えてからもう全部ね、一本の動画でまとめて開けていきたいと思いますので、もう一個そうだ、フィギュア買ったんだ。じゃじゃーん。なのかな、まあ、これも開けないんですけども。今日から YouTube を自信、映画道を歩み続け、早18年。あの日、一つの決断をした。それは、自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は、人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ、準備はいいか、監督。お前の底力、見せてみろよ。本番いきます。よーい。はい、というわけで、ちょっと、こんなにありますよ、皆さん。はい、というわけで、こちら、約ですね、半年ぐらい前から集め始めて、ここまで集まりました。イキドナのフライ漬け、一番くじが1個入ってるんですけども、いっぺんに今回開けさせていただきたいと思います。はい、というわけで、全部開けて、フィギュアケースにして飾っていきたいと思います。まずはやっぱりこれですね、一番くじですね、あなたに精霊の祝福がありますようにというですね。はい、はい。おお、なんか美味しそう。これ、見て、メロンパンみたいな感じの。え、なにこれ、あ、草か。小道具がついております。おお、完成度が結構高い。はい、こちら、パラソルとなっております。台座の、ここの穴がですね、ありますので、こちらにパラソルを刺して、ここの日陰にエキドナを乗せるとか、こういう形ですかね。はい、というわけで、一体開けさせていただきました。素晴らしいです。続きまして、これですね。イキドナ知ってる方はこのポージング、結構有名なシーンですよね。EXQ フィギュア、イキドナ。はい、くるまれておりました。このような形になっております。ライドはシンプルですね。ん？あ、びっくりした。手が片方ないかと思ったんですけども、なんと別パーツでここに入っております。この手のパーツをですね。はい、こちらです。はい。素晴らしい造形でございます。というわけでね、この名シーン。こういう感じでですね、セットつける。あ、ギュッてやればできました。続きまして、制服姿のこちらを開けさせていただきたいと思います。こちらですね。これもまあ、名シーンですね。本編でも登場してきましたね。おー。台座の中にこちら、カバンも入っております。こちら、カバン。めっちゃリアル。重さが寄っている感じ。こんなにこだわる。そして、真っ白い台座となっております。パッケージ写真よりも、実物の方が10倍はいいですね。はい、こちらです。シワ加減とかもですね、素晴らしい造形となっております。そして、台座に立てて、で、このカバンってどういや、こうじゃないの？このカバンちょっと付け方、まあまあちょっと難しかったですが、こうなります。こういう感じで、肩にこうかける感じになります。続きましてですね、はい、こちらハードオフでですね、未開封品を買わせていただきました。こちらもね、この本持っていますので、台座は白、でかいです、でかいです。おお、やっぱすげえわこれ。この画像、画質悪いのかな。実物の方がめっちゃいいんですけど、こうかな。めちゃくちゃこれ足引きずるよねこれね。スラッとして、そしてここに本があります。わあ、これいいな。そして置き場所がだんだんとなくなってきましたね。続きまして、こちらとこちらです。同じ造形です。色違いでございます。で、こちらがですね、台東オンラインクレーンゲームでゲットしなければゲットできないカラーバージョンの紫バージョンと黒バージョンとなっております。台座ですね、蝶々が
うわ、クオリティがえぐいです。うわ、これすげえ。布加減、これちょっと見てください。超布っぽいんだけども布じゃないみたいな、白かつこの下に行くにつれてクリアパーツに変わっていきます。待ちに待った配当版、これがまあまあ金額がしましたね。台座は一緒です。うわ、こちらの紫バージョンですね。造形は全く一緒ですが、このカラーがですね、台頭限定のカラーですね。色違いでございます。動き、造形は全く一緒です。蝶々の羽がちゃんとついております。え、蝶々の羽ってこれ、え、他のやつはついてる、あ、ついてるついてる。制服は蝶々、あ、蝶々ついてる、蝶々ついてる、あー、ちゃんと蝶々がつい、蝶々がついております。そしてラストですね。こちらがですね、エキドナリラックスタイプ。このリラックスタイプのレム版は持っております。かなりずっしりとした重量感がございます。パーツの量がすごいです。でかっ！こんなに大きいです。椅子を作りたいと思います。で、こちらにですね、監督レムさんも持っておりまして、こんな形になっておりますね。で、これに、ここに手をかけて、クオリティが高いんですよ。服のズレ加減、シワ。あ、椅子も違いますね。レムの椅子なんですけども、こちらエキドナ用の椅子ですね。もう真っ黒ですね。ボディとなっております。その対等のやつと比べても基本的なこの大きさ大きいです。ガッと、よし、ここね、後ろまで座るんじゃなくてちょっとね、セル感のエキドナですね。全部揃いました。絵面がすごいですね。フィギュアケースセッティングをしていきたいと思います。見てください、相当箱がいっぱい散乱しております。はい、というわけでですね、エキドナ集 1,2,3,4,5,6,7 エキドナ7体です。いやー、すげー。え、なんかこんなシーンあってもいいよね、本編に。はい、という感じになっております。フィギュアケースなんですけども、ここですね、一番下が今フェイトがおりまして、その次に鬼滅の刃コーナー、そして大きく開けましてからの上に炭治郎と善逸がおります。で、今このここからここまで結構幅があるので、ここにですね、エキドナフィギュアを盛り付けていきたいと思います。行ったとしても3、2、3、これ最新なんで、ちょっとその前にちょっと別のやつあって、え、台座間違ってないよね。台座がはまらないのですが、台頭オンラインクレーム、これってこうだっけ、あ、こうか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 、こうなってるから、こうか、こうか、こうか、すー、はい、このような